東急7200系電車東急7600系電車東急7600系電車は1986年5月1日に営業運転を開始した東京急行電鉄の通勤系電車7200系を改造した車両である2014年度中に全車両が廃車除籍された東急は7200系を大井町線から目鎌 池上両線に転用したが、その際編成構成を、MP 比1、1の6両編成から2、1の3両編成に変更したため、モーターのない制御車が余剰となり、逆にそれを動かすための電動車が不足した。そこで、余剰車を転送して新たな編成を蘇生し、車両を有効活用することになった。これが7600系である。転送品は7200系のものではなく、 同時期に新造された9000系と同等の最新の参照交流加護形誘導電動機と GT o を再利した素子による VVVF インバータ制御装置が用意された。ただし、9000系の制御装置は日立製作所製で1機で1両分4個の電動機を制御する 1C4M 方式であるのに対し、7600系の制御装置は東洋電気製造製で、 一機で二両分八個の電動機を制御する 1C8M 方式とされた。電動車化に伴い、台車は製造時より装備のバッド車制、パイオニア3型台車から8000系などと同等の TS-831 型に交換された。屋根にも改造が加えられ、二両に一両の割合で終電用のパンタグラフが2機設置された。その際、 屋根上スペースの都合で小型の PT44SD または PT44SE を採用した。加えて一両あたり4機の冷房装置搭載が行われた。その一方で、車内は冷房風道の設置を除いて大きな改造は行われなかった。改造当初の編成構成は以下の通り。なお、後に様々な追加改造がなされることになる。 当初6両が改造され、デハ7600系、デ千7650系の2両編成3本が、蘇生された。このうち、第1編成、第2編成は、長津田賢尺に配置され、未改造の7200系、区派7500系2両と MT 比に、1の6両編成を組んで引き続き大井町線で、第3編成は、雪が、谷賢尺奥沢藩に配置され、 7200系、でハ7200型と全電動車の3両編成を組んで、メカマ線で使用された。は、戦闘車同士の連結部、は、中間に組み込まれる戦闘車を示す。は7200系車両。しかし、8090系の入線に伴う、大井町線からの7200系の転用が進められると、第一編成。 第2編成も1988年に編成を分割され、もともと3両だった第3編成とともに、池上線に転用されることになった。この時、第1編成、第2編成は、主制御機の冗長化のために制御方式が 1C8M 方式から 1C4M 方式に変更され、ユニット制御から各社個別制御となった。が変化のあった。 車両機器の改造を機に、同時期に改造されていた7700系との編成構成統一のため、電動車の位置が五反田側2両から蒲田側2両に変更された。これにより、デハ7600型が伝送解除され、番号はそのままに形式がクハ7600系に変更されるとともに、連結していたクハ7500型が伝送されて、 デハ7650型に編入された。台車も両車で交換され、クハ7600型がパイオニア3型付随台車、編入デハ7650型が TS-831 型動力台車となった。なお、編入のデハ7650型はパンタグラフが設置されないなど、当初からのデハ7650型とは差異があるため、 車両番号が10繰り上げられて、デハ7661、デハ7662と不満された。第1編成、第2編成は改造工事の途上、デハ7200型と、第3編成と同様の3両編成を組んで、メカマ線で運用された時期があった。は7200系車両。また、この時期7200系とともに、先頭車前面に赤帯が重付された。 ただし、蒸気の暫定編成のうちデハ7212とデハ7652には重複されなかった。7700系が改造試社の7000系と帯太さが変えられたのに対し、7600系は7200系と同じ太さとされた。第3編成は連結のデハ7200型が単独の電動車であったため、しばらくはそのままの編成構成で使用されていたが、 1990年になって、デュハ7255が編成から外された上で制御機改造が行われた。この編成の改造手順は、デュハ7603が伝送解除されて、クハ7600型となるところまでは、第1編成、第2編成と同様であったが、7200系アルミ、試作車の検測車化改造に伴い、クハ7500系7500を、 デア7290とするための伝送品年室の必要があったためクハ7500系の伝送は行われず7200系、デハ7400型がデハ7650系相当への機器交換の上で編成中間に連結された。デハ740にはすでに蒲田側にパンタグラフが設置されていたため近接する。 デハ7653の五反田側パンタグラフが撤去された。なお、デハ7400には7 6 0 0系発の中間車となったほか、改造後7673と番号が変更されたものの、登録上はデハ7 4 0 0系のデハ7673号とされ、7 2 0 0系に区分されたままとなっていた。また、 この時期区波7600系の台車が全車とも TS-831 型と同系の TS-839 型付随台車へと交換されている。ワンマン運転改造後の7600系運転台、ワンマン運転を行うため機器が多数設置されている。1994年、池上線のワンマン運転実施に備えて対応工事と車両更新が実施された。 運転台は、軽基板が1000にも順じた新規品に交換され、ハンドル方式が、マスコンハンドルとブレーキハンドルが、別個のツーハンドル式から一体化した、ワンハンドルマスコン式に変更された。合わせて、ワンマン運転機器の設置、全面貫通扉の更新、運客室仕切りと仕切り扉の更新を実施した。さらに運転台側ワイパーの電動式化、 全面ガラスの日よけをアルミ製の車高板からカーテン式に変更が行われた。引き面では自動放送装置の新設、タスク、情報伝送装置の設置、車外はスピーカーが設置され、ブレーキ方式は回生ブレーキ併用電磁直通空気ブレーキから回生ブレーキ併用電気指令式空気ブレーキに変更された。車体周りでは編成中間に組み込まれていた。 デュハ7651.7652の運転台が撤去され、後地に車椅子スペースと座席が新設された。ただし、通称ダイヤモンドカットと呼ばれる角張った全面形状が残され、頭部や側面乗務員扉も使用不能とされたまま損置された。中間車課会造語の同2両は当初から中間車として誕生した。 デファ7673と比較して座席定員が1名少なくなっている。改造後、これら3両は新規形式のデファ7670系に区分され、デファ7651.7652は車体形状の違いから番号が10繰り上げられてデファ7681.7682と不満された。また内装は化粧板と床の張り替え、 袖地切り新設、座席は 440mm 幅の3から3から3人掛けに変更し、オレンジブラウンの2色化、座席間の仕切り新設とスタンションポールの設置、非常通報装置を対話式に変更などのリニューアルが行われ、7700系に順次対象となったほか、冷房風土がラインフロー式に、方向膜は LED にそれぞれ交換、合わせて側面表示器の新設、 側窓のッシレスか、妻窓の固定といった改造が実施された。さらに1996年には、ワンマン運転の本節に備えて、車上 ITV の設置し、車掌台側に画像受信装置を設置、運客室仕切り窓の内運転台側2枚に、車高フィルムを貼り付け、ドア開閉スイッチは、横押しボタン式に変更などが実施された。以上の改造により、 三変成球両分前車が7600系となると、共に機能に変化が生じたため、対応の装備を持つアルミ車以外の7200系との連結は不可能になった。これ以降、7600系の装備は行われていない。塗装も7700系ワンマン対応車と同系統の前面が中央が黒、その両隣に L 字型の赤帯、側面が ドア以外の低い位置に、太めの赤帯という塗装に変更された。なお、デハ7651、デハ7652の側面乗務員、扉部分はすでに扉としての機能がなくなっているため、赤帯が入れられている。2000年、メカマ線が南北に分断され、南側の東急玉川線区間の運用が、雪が谷県尺受け持ちとなった。これにより、 7700系及び1000系全編成と運用が共通化され、再び玉川駅まで入線するようになった。また、アルミ車以外の7200系は廃車となった。2011年現在の編成構成は以下の通り、第1編成、第2編成、第3編成2010年3月廃車7600系。 クラシックスタイル引退記念イベント当日の7600系。運転中に行き先、運行番号表示が幕式に復元された。2007年度から、東急は本系列の代替として、新型車両7000系の導入を開始した。これにより、2011年度までに、池上線、東急玉川線に在籍する3両編成28本中19本が、 この新7000系に置き換わるとしていた。ただし、新7000系の2011年度末時点の在籍数は予定増備数を下回る3両編成7本にとどまっている。7000系車両の増備に伴い、7603回が2010年3月15日付で廃車、解体処分された。二千十四年からは、新七0系による新造ではなく東横線から、 天用の線経営により本系列の代替が行われ7602回が同年7月に廃車された。最後まで残った7601回は同年11月25日に赤帯を撤去したクラシックスタイルとして運用された。2015年2月7日には2月上旬の引退を記念して鎌田駅で7600系引退記念イベントが開催され、 2月10日に営業運転を終了した。その後2月12日に長津田車両工場へ改装された。そして2015年3月中に7601回3両の助籍席が完了し、廃系列となった。東急7600系電車の引退記念イベント。ありがとうございます。